田川富則が河野氏を称する。関武平氏吉文流川越氏の流れを組む川越、茂家の子孫が河野氏を称する。伊予国の河野氏下記の本校で述べる。河野氏は、伊予国の有力豪族で、落ち氏の流れを組むとされる。第22代当主、河野通気義以降は、通を通字とする。室町時代以降は、 大々有畜城を巨城としてきた。一族の来歴を記した文書、予少記と予飛行の家父などではその巨実入り混じった不思議な内容で有名である。河野氏は河野号を出自とする。当初は国画の役人として活動していたと考えられているが、自称、樹衛の乱で源氏に味方したことで鎌倉幕府の御家人となり、 最国の武将でありながら大きな力をつけた。その後、室町期に、道後に輸築城を築き本拠を移した。根拠地の伊予が地政学的にも、周辺諸国からの介入を受けやすい位置にあったことも、あり、内乱を繰り返すこととなった。その結果勢力を削ぐこととなり、戦国大名として変異できなかった、典型的地方豪族と言える。河野宗家は、 大々有畜城を拠点としていたが、河野水軍の本拠地は、松山市民と港山の一体であった。この地理的な距離が宗家と文家との亀裂を生んでいたとも、思われる。なお、河野氏の菩提寺は、旧、北条氏の禅能寺である。有水駅へ移転するまでは、禅能寺の双子山城を本丸として市場に恵ま、両山城、鹿島城、大仙寺城。 高輪山城などを有していた。一時的に、河野家の兵力は、瀬戸内最大規模の水軍となり、河野水軍とも呼ばれた。これは、道後平野での稲作による豊富な食料確保が、可能であったからであり、島諸部に拠点を置いた、他の水軍との大きな相違点でもある。有名な村上水軍は、形式的には、河野氏の配下であるが、 独自での活動も活発であり必ずしも従属関係にあったわけではない。伊予の水軍は大三島の大山住神社を崇拝し、祭りを取り行うことが習いであった。平安時代の末期は平の清盛率いる伊勢兵士の参加にあったが、その後、源平合戦においては、河野通信が、 川内源氏の流れを組む源の頼朝に協力して、西国の伊勢兵士勢力と戦った。鎌倉時代になり上級の乱の時、通信ら一族の大半が、反幕府方の後鳥羽上皇に味方して、処罰を受けたために一時的に衰退し、幕府方についた孫の河野道常と出家の身であった。ために参戦しなかった。その諸兄の道広だけが残された。 現行の時に、優勝、河野道有が活躍してその部名を馳せ、河野氏の最盛期を築き上げた。ところが、通有の没後に家督をめぐる内紛が発生した上、現行の変では、一族のほとんどが、鎌倉幕府東幕に立ち上がる中で、総領である河野道盛だけが、最後まで幕府に従ったために、兼務政権成立後に失足を余儀なくされて、 再び衰退した。なお、河野通信の子に、道広がいるが、上級の乱の際にはすでに出家して、除仏と合し西山商人、昭空の下で、仏道修行に励んでいたために参戦していない。この河野道広の子もまた出家して、随縁と合し太財府にいた、清志たちに指示して十二年環状度教学を学んだ。その間に、 以前清水にいた花大常人にも一年ほど支持し、その際、知心と改めた。この知心が、後の自習の回祖となる一編である。南北朝時代には、四国へ進出し、伊予へ進行した細川氏と争う。河野道盛は、足利高氏に従い伊予守護職を手にしたが、河野道友は、細川頼之の進行を受けよ、田山城で討ち死にした。 この通り行は、九州に逃れ、南朝勢力であった、金が新王に従い与奪官を伺う。幕府官僚となった、細川頼之が1379年の攻略の、政変で失脚すると、通り行は、南朝から幕府に帰伏し、柴義之から伊予守護職に任じられ頼之、追悼令を受けて細川方と戦うが、頼之の奇襲に愛戦死した。 その後、頼りが、幕府に謝面されると、1386年には三大将軍、足利義満の仲介で、河野氏は、細川氏とは牧する。室町時代には度重なる細川氏の信仰や、吉受との内紛、有力黒人の反乱に悩まされた。河野道常の時代に、河野通野の小通り元の吉受との間に、家督相続争いが起こった。 この争いはその後も続き、官僚職が変わることに、幕府の対応が変わるなど情勢が混迷を極めた。本家、河野の,のり道と吉受の河野通春の争いは、瀬戸内を挟んだ細川氏、大内氏を巻き込んだものとなったが、応仁の乱の最中、本家の乗り道が、伊予守護職を確保し、通り春没後に、吉受は没落した。戦国時代に入ると、 吉岡との構想は収束したものの、有力黒人の反乱や河野市内部での家督争いが相次いで起こり、その国内支配を強固なものとすることはできなかった。16世紀前半の河野思想家の当主、河野通直の時、家臣団や有力武将、村上道康を巻き込む形で、この河野春道、道信兄弟と家督をめぐって争いが起こる。 この争いは、春道の死と通直の失脚で収束したが、これにより河野氏はさらに衰退してゆくことになる。この隙をついて、周防の大内氏の攻撃が激化、芸与諸島は概ね大内方の制圧するところとなる。結果的に、来島村上氏や平岡市、野島村上市といった、新たに台頭した有力黒人勢力に、政権運営を強く依存する形となり、 末期には、軍事的にも、毛利氏の支援に支えられるなど、強力な戦国大名への脱皮は叶なわなかった。この頃の孔の一族は、戦乱が絶えず、一族揃って、無事に正月を迎えることが難しかったため、旧暦12月の、美の日に、先祖の墓前で一家寄り添って、餅を食す、民間という習わしができた。これは、現在も愛媛県中与地方を中心に書く、 家々で受け継がれている。国内には、北軍の宇都宮豊綱、王の直行、上軍の西園寺氏らの河野氏に属さない勢力が存在し、また、土佐の一条市、文後の大友市、佐抜の三好氏との間に争いが続くが、同盟、縁石関係を築いた、秋の毛利氏の支援を強く受けることとなった。その後も、 長蘇壁氏の信仰や天正9年の苦島道房の離反など苦難は続いた。天正13年、豊臣秀吉の四国征伐において、通直も小早川高景の説得を受けて降伏し、通直は大名としての道を断たれ、新たな伊予の支配者となった小早川高景のもとに庇護された。そして、天正15年、通直が、 竹原で死死なくして没したため、大名としての河野氏は57代をもって滅亡した。慶長5年には、関ヶ原の戦いに降応して、秋の毛利村上勢軍団と、四国に残留した平岡勢が共同して、慶長5年8月28日に、加藤義明の居城正城城に、軍勢およそ2000余気で攻め寄せるが、 首相筑田重盛の計略にはまり、上陸地点である水戸で、三陣していたところに野衆を受け、火をかけられ混乱し、激戦の末に、少数の加東勢に撃破された。翌日にも、体制を立て直した残兵が、伊予国内を荒らすが、久米付近で、筑田重盛と遭遇し、合戦の上撃退され退却を繰り返す。江原城など各地で、 河野市九神がこうして放棄し老城するが、関ヶ原の戦いはすでに東軍勝利で終わったため、毛利勢は伊予国から退散。一気勢も完全に鎮圧された。落ち玉京と落ち玉清の兄弟が六百九十九年に都落ちする際、瀬戸内海の備中沖で飲料水がなくなり、玉京が弓を海中に差し込み潮をかき分けたところ、清水が湧いてきて、 かつを癒すことができた。これが、水島の地名の由来となり、この古事に鑑みこの水の源は、お知しの領地である、伊予国高輪山から流れてきたものであるとし、この水の叶ること、世が里よりすと玉京が言ったことから、水、か、よ里の四字を組み合わせて、河の都市、館の地域を、河の郷と称し、養子となった玉清が、河のを名字とした。 現代では、一般的に、河野は、河野と読まれていることも多い。しかし、平家物語にも記されているように、往年、河野氏が台頭していた当時においては、河野氏はそのまま、河野と呼ばれていたことが伺える。古くは、延京年間に書者がなされて、平家物語の諸本中で、現状、最古のものとされる書碑、延京本の中において、河野氏を、 河野などと記述していることからも、その事実が読み取れる。加えて、当時を知る竹崎末永が描かせた、鎌倉時代の絵言葉にも、河野道有を、河野の六郎道有と記しているほか、河野通中を、河野の八郎、河野通信を、道信の河野の四郎と記している。また、江戸時代初期の現那年間中に出版された、ルフボンなどにも、河野は、やはり、 河野と記述されている。このことなどから、少なくとも、遠京年間以降、あるいは、河野宗家が滅亡した、戦国期以降、近世において、次第に、河野が、河野へと転化していき、河野氏の影響力の低下などにより、残った一部の病営のつてを除き、正当な故障が、世間から経年に連れて忘れ去られ、現在に多く見られるような、河野、の読み方が、 一般的に広まっていったとも考えられる。が、神戸へと読みが変化していったことや、また単なる横なまりにどまらず、長野県に関する、ちくの呼び方が、明治時代から、ちくへと変化、一般化したことなどが挙げられる。あるいは、明治期における、市民平等に際し、三民の性の普及などによって、単に川野、川のを 河野と誤読したものが多く広まり、一般化したというような推測の余地も生じるうるが、河野から河野読みへの変化は、いつ頃から、どのような経緯などによるものかは、現在明らかになっていない。いずれにしても、明治時代から私文等に限らず、誰しもが性を関するようになってより、河野を河野と呼ぶ風潮に拍車がかかったのであろうということを、鑑みることができる。なお、 現在でも、九州では、かつて、文語国、日向国などに移住などをした河野氏一族のために、河野姓が多く、その光栄が、当時の河野の読みの個体を今に伝えている。家紋は、伊予の古代以来の豪族であるお知氏より続く、おしきゆれ三文字を用い、第23代当主の河野通信より、おしき三文字へ変更した。理由は、鎌倉幕府の回府の時に、 鎌倉で行われた主演の席順が、源頼朝、北条時政に次いで、河野通信が三番目で、三と書かれた紙がお式に置いてあった。このことから、古来使用していた、大山積神社の社門でもある、お式売れ三文字を改め、席順の紙を上から見た、お式三文字の門を頼朝からもらったと伝えられる。自習は、概想一辺が、 河野通信の孫となることから、宗門は通信囲碁が用いた、お式に三文字となっている。自習では、もっぱら、すみぎり3と呼ぶ。宮崎県と大分県奥文豪地方に、河野姓が多い。特に、宮崎県の河野市は、都の城市市には、南北朝時代に、いよより日向に上陸したとの記述がある。南北朝時代以前の絵言葉等では、河野市は、川の、 と記されており、南北朝時代以降、時代が下るにつれ、河野という読み方に変化していったと考えられている。読みが一般的となってしまっているが、河野氏は戦国時代に敗れ、本拠であった伊予の地から立ち残される形となったのであり、それ以降、伊予ではたびたび、竹の入法が行われ、結果、主に伊予の地域は松平家の領地となり以来、明治維新まで、 松山藩等の治める地となったのである。そのさらに後世である今の愛媛に、破れ去っていったかつての領主一族の正確な故障が、一伝えに残っていないのも当然であろうと考えられ、うる。加えて、九州の一部に、川の読みが多く残っていることについて、伊予に、ほど近く、たびたび、河の一族の者が多く移住し、その夜べとなっていた日向国の沿岸地域、 ひいては、九州地方の血族その病影が、河野宗家が存続していた当時からの正確な、故障であった、河野の読みを今に残していることは実情によくかなっていると言える。小林志氏には、河野通館の大の常時5年6月、宮崎軍下着、その後数代を経て、河野家を守る正宏の代に、日向国三間大院高城の遊水村に居住して、 長峰門を漁し、長峰とさまもると称した。さらにその後数代を経て、長峰現場城通り、高の代に、正木院三の山東宝村赤木門を治療したので、孫の通信の代に、赤木氏を称するようになったとある。また、宮崎県市資料編では、室町時代の協六四年正木院の第一領主として、河野史郎通り安の名前を見ることができる。 いずれも通り字として、河野氏の通座通を継承しており、中世より、つながりがあると伝わる。河野、河野一族によれば、河野通信の子、徳能道利市の子孫が日向に移住、伊東市に属した。固有軍に、河野生が多いのは、伊東市に属し、土着したためとある。戦国時代に、武田信玄によって、武田水軍が編成された際に、 河野氏の一部が、武田氏の参加に入り、水軍の技術を伝えている。その子孫は、山梨県や静岡県に見られる。越前国の河野村は、南北朝時代に京に登った河野氏の一族が、戦に敗れ、流浪の末に築いた村と言われる。現在も、河野家と同じ家紋を河原に残している。判例。太地は、当主、太戦は、実施。 細線は陽子。春道、道信兄弟については、ジップを通直、通り、ありとする両説がある。また、通直については、来島村上氏からの陽子とする説もある。以下、列記のこれらの人々が、河の性や、それに関わる性を関しているというだけ等で、実際に当時の血族病泳であるかないかの事実、真偽は不明である。ありがとうございます。